野崎チャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ今日はドラフト通信も、はい、埼玉西武ライオンズ、ね、はい、まあもうちょっと厳しいでしょ、お正月ゲームですし、はい、ね、まさかの山川がいなくなるっていうね、ところでまだ基礎か基礎かも今日の状況では分かってないんで、ここどうなるか分かりませんけども、はい、うん、まあ、その中でね、はい、まあ、これドラフトの通信簿ですから、うん、チーム状況を解説するわけじゃん、はい、ドラフトです、うん、ね、昨年のドラフト1位蛭間、2位、古川、ね、高卒外野手、うん、で野田、ね、保守高卒で、青山、山田、そして児玉で、育成で、野村、モンテル、三浦、これぞ、はいっていうところで、はい、昨年のドラフトの里崎の評価はですね、はい、1位、2位、3位野手指名で、うん、意図が分かりやすくいいドラフト、うん、まあ、それは何でかっていうとね、この2021年のドラフトが隅田佐藤、うん、ね、でキャッチャーの方が田黒田とね、うん、ピッチャーを取ってるんだよね、はい、で最後6位で中山っていうところで、うん、ピッチャーを取ってるからやっぱそんな毎年毎年ピッチャーもいらないだろうと、うん、で投手陣はね、高橋光成、今井松本とかね、いい後ろも含めていいピッチャーいるからね、はい、そういうところでは野手指名っていうところの 1,2,3 っていうのはすごいね、分かりやすかったと、うん、パリーグで一番いいドラフトかもしれないと。でもパッと見よ、1年で考えたのよ、はい、一番いいんちゃうかっていう、いやめっちゃいいと思いました。1年だけね、はい、これ今後は未来は分かんない、うん、1年だけで考えると、はい、パリーグで一番いいドラフト、うん、ね、で外野手のレギュラーがいないので、うん、昼間開幕スタメンあるかも、青山が下手したらリリーフ抑えに入ってくるかも、ね、で6位児玉指名はひょっとしたら源田の FA 席の危機管理かっていうところで、はい、まあ、源田はね、うん、もう残留するのがね、うん、長期契約でどう、ちょっと佐藤さん、これハマりすぎてません？1年ドラフト終わったすぐだからね、はい、俺ね、はい、まあ、それはもう何言ってるか忘れるじゃん、はい、正直ね、うん、見た瞬間、はい、俺そんな的外れなこと言ってないね、うん、あの西武に関してほぼピタリじゃないですかね、うん、まあね、昼間の開幕スタメンはなかったけども、はい、うん、まあ、2軍でもめちゃくちゃ3割何本もめちゃくちゃ打って、はい、まあね、育成して、うん、しっかり準備が整って、うん、まあ、渡辺とかもそうじゃない、うん、今年の西武あんまり無理して引き取りないからって若い選手を上げなかったんだよね、はい、長谷川とかもそうなんだよね、うん、でそれをしっかり使って、うん、もう一軍上がってきたらそのまま勝負させるっていうところで、うん、まあ、意図があったから開幕スタメンなかったけども、はい、今はいい活躍ね、本当そうですよ、もうめちゃくちゃね、はい、外野手もね、うん、なってきて、うん、でなんて言っても佐々木チャンネルウォッチャーの、はい、青山が、うん、リリーフ抑え、開幕抑え行ってたからね、この間も抑えて、ね、まあ、リリーフも来てて、はい、まあ、いい感じでね、うん、数字上は 3.86 防御率、31試合登板、うん、1回先発してて、はい、3セーブ、まあまあ新人でドラフト4位って考えたら、うん、まあまあね、いい活躍、いいです してんじゃないの、はい、正直ね、だってこの間は増田投手がいる中、うん、まあ、ちょっとやられちゃってね、そう、うん、そこで次にっていうところでね、そう、うん、でまあね、ピッチャーで言えば山田ね、山田選手、これあれだね、近江高校の山田は2軍で2試合しか投げてない、先発1回、うん、12.2、だからもうちょっと投げさせたいよね、まあ、怪我してるのかも分からない、ここはちょっと怪我の状況は分からないけども、はい、やっぱその大学生とか独立リーグとか社会人相手じゃなくて、やっぱりもうちょっとね、うん、やっぱ投げさせてもいいかなと、高卒1年目でもっていうところはあるけどね、はい、で昼間は今は2割3分3厘ホームラン2本、うん、ちょっと落ちたね、俺が思ってた感じより、でも左には3割1分7厘打ってるからね、右1割8分5厘だから、やっぱこれ右ピッチャーをちょっと攻略していかなきゃ、はい、左には強いけどね、うん、ちょっと右に攻略していかなきゃいけないっていうね、はい、ところはあるけども、で、古川選手2軍でも1試合しか出てた、うん、怪我かな、でも高卒やからまたなんか育成プログラムとか言ってんのかな、うん、でもたまに試合出してやらないとつまんないよね、うん、正直。で次、野田選手、はい、キャッチャー好きだね、西武キャッチャー野田っていう名字2軍で、12試合出場、1割5分より、まあまあこれはもうここからね、はい、修行だね。で、児玉選手、はい、児玉選手もね、源田がね、あの WBC で骨折してからっていうところで、はい、うん、最初結構いい案だね、埋めたね、2割1分8厘、はい、2軍では2割7分5厘、うん、だからこの児玉、滝沢とかがね、はい、多分競争がある形になるけども、うん、まあ源田がいないところ頑張って穴埋めたなっていうね、ところもあるけどもね、はい、まあまあいい感じで、西武の人の評価ですね、松井監督、はい、初めてのドラフトでドキドキワクワクしたと、点数をつけられないが本当に楽しみと、うん、これどういう意味だったんだろうね、点数はつけられないけども楽しみ、点数っていうことは100点じゃなかったんだね、
あ、まあそうかもしれないですね。でもそれか、うん、何点ですっていうのにそもそも疑問を感じてた可能性もあるね。あ、まあ、松井さんが言いたくないっていうのありますよ。やっぱり100点とか80点っていうのも失礼だしね、はい、みんなそれぞれいい選手だから、うんうん、80とか70も言いたくないって、うん、しかもウェーバーとかだから、うん、できることとできないところあるから多分100点はないと思うんだよね、うん、そうですね。そんなことも本当に欲しい人だけ取れたら100かもしれないですけど、だからその好きじゃないのかもしれないね、もともとね。俺もそっちのタイプ、うん、プロの世界に足を踏み入れるわけだから一軍で活躍するという強い気持ちを持って新人合同自主トレに体を作ってきてもらいたいと、ヒルマは自分のポイントで広角に打てて、僕よりもバッティングはいいと思うと、甲子園で結果を出したスター性があり山田選手ね、気持ちの強い選手っていうね、僕よりバッティングいいと思うっていうところがちょっとなんかかっこいいですけどね。いや、それは絶対ないよ。そうですか。えぐいよ松井和夫さんは。知ってますよ。えぐい、あれよりえぐい、はい、なかなかやぞ。でもそのだからそれぐらいいい選手って言いたいわけじゃないですか。松井和夫さんはそれを自分を挙げているっていうのがちょっとかっこよくないですか。 あとね、山下スカウト、走攻守高いレベルの外野手、ヒルマね、広角に打てる打撃、全プレーが魅力で早い時期でのレギュラーも期待っていうね、はい、ところではまあまあね、いい感じで、はいね、できてるんじゃないのかなっていうね。相当ですよ、うん、でまあ西武はね、うん、本当にまあいつも言うけども、その前がね、隅田佐藤、古賀っていうところで、はい、これね、佐藤もリリーフになって、で隅田もね、うん、今年去年はね、苦労したけども、はい、やっぱ去年苦労しても使ったことによっての成果がね、今年出てて、いい形でね、うん、活躍もしてるし、古賀もね、うん、あの森が抜けて、今、いい形でね、うん、キャッチャーになってるから、バッティングもいいところで、ね、うん、見せるしね、はい、これも1、2、3、いい形だからね、そうですね、うん、非常にいいと、で、56年も渡辺がね、うん、やっと今出てきてね、ね、うん、これもいい形で来てるし、はい、でこれ、若林がね、あの怪我もあって、うん、ちょっとね、そう1年目見た時の元通りっていうところには戻ってはできましたけどね、うん、そうそう、なかなかなってこないからここら辺どうなんだろうっていうところもあるけど、今年水上由伸投手とかもね、あ、そう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 、下位にいるからね。19年もね、まあ、宮川が、はい、いたりとか、まあ、柘植ね、はい、で岸がね、はい、八重にいたりとか、うん、で18年も松本ね、うん、渡辺裕太郎がね、もうそろそろ出てきてほしいっていうね、そうですね、これどうなのかなって期待値はめっちゃ高いから、もうそろそろ出てきてほしいんで、うん、山野辺でやはり森脇ね、うん、佐藤、森脇ちょっとね怪我もあったりちょっと病気のこともあったりするんで、はい、あれだけども、で、17年が西川ね、この前ホームランだったんで、はい、平良与座でしょ、うん、で、16年が今井ね、源田ね、平井、はい、で田村、うん、ね、で鈴木翔平もいるし、はい、で15年が、まあ、田田もちょっとね、ちょっといろんなことがあって、でウネンティ川越選手が2位だった、川越ね、本田圭佑投手も投げてますね、うんうん、で14年高橋光成ね、殿、うん、崎ね、13年森山川ね、うん、うわこれすごいな、で12年増田ね、で金子ね、毎年いる、毎年います、こんなチーム分かんない、今まだここ見ていくけど、はい、ないよ西武ドラフト、やっぱやばいな、もう毎年言うけど、はい、何回見てもやばいな、すごいですね西武のドラフト、うん、編成スカウティング能力何なんだろうね、このあと先発チョイスね、はい、でちゃんと上位が活躍してるじゃないですか、そう、こう上位がね、はい、必ずちゃんと、しかも、うん、スーパースターだって言ってるんだよね、はい、この球界のね、ですね、うん、でしかもこの、うん、ね、大卒とか、はい、高卒とか、うん、ピッチャーとか、うん、野手とか、うん、偏り全くないんだよ、ないです、補強しなきゃいけないところを補強して、うん、そいつらチームの中心になってくるの、はい、でもなんで B クラスなんやってなるじゃん、はい、そう理由あるんだよ、こんなに出てきてんのに、まあ、それはもう、でも皆さん結構分かってる、分かってるの、あれじゃないんですか、やっぱ、うん、やっぱ2球団、あ、違うか、西武イーグルスじゃなかった、イーグルスだけじゃないですか、あ、違うかった、はい、イーグルスだけじゃないんだ、いろんなとこに、ごめんごめん、間違えしいろんなとこに、うん、はい、やっぱりね、はい、ドラフトも出てくるんだけど、うん、チームからも出ていっちゃってそうなんですよねあと、なぜか試合に出れなくなっちゃう人が出てくるっていうね、はい、とか、西武の試合に出ない人が増えちゃうっていう、はい、こんなにいいのに、うん、一時期すごい強い時の西武のスタメン、多分ほぼ今いないですもんね、うん、あの一番秋山翔吾みたいな、そうだよ、だって FA なかったら西武最強説っていう、いや本当そうですよね、下手したら10連覇ぐらいしてるぞ、はい、ちょっとじゃあさ3年前ぐらい考えようよ、はい、まあ、そこでも西武とかね優勝してるけどもね、はい、だってピッチャーさ、うん、だって高橋光成とか今井とか、はい、だって涌井とか岸とかいるわけでしょ、はい、で野上とかも出てないでしょ、菊池雄星も出てないでしょ、はい、バリバリ強いよ、菊池雄星でしょもう右左もバッチしよ、はい、でキャッチャーも森下みたいにいいんでしょ、はい、ずっと、うん、ファーストはまあ山川、はい、だからもう DH 山川だね、うん、とかおかわりで、うん、で、殿崎と浅村が併用されて、はい、でショート現場でしょ、はい、で、秋山栗山、はい、ガイア、うん、そしたらもう殿崎とかも外野行ってる可能性あるよな、はい、そのメンツだったら、はい、えぐいな、そうですね、もう、うん、
えぐいよ。ここもし外崎レフト、センター秋山、ライト栗山、うんうん、でファースト山川、うん、でセカンド浅村、はい、サードおかわり、うん、ショート源田でキャッチャー森井で DH 誰か、うん、ってなったら、はい、えぐいの。フィス、いやすごいっす。勝てんぞ。えぐいよ。すごいですね、うん、毎日エースだね、はい、で打線えジャパンですかみたいな。浅村選手いて森選手いて山川選手もまあいるですね、うんうん、まあ、下手したら、はい、森おかわり6番7番とか8番とかいいです、うん、1番誰だどうすんだよ。殿崎秋山、秋山殿崎、秋山殿崎で、うん、浅村、はい、山川、うん、森5番に森選手がいて、うん、で中村、はい、で DH、うん、で栗山、はい、源田みたいな、源田選手もね9番みたいな、源田忘れてたみたいな、はい、逆に ね、でも外国人いらない感じですよね。そうだね、メヒア選手しかいなかったじゃないですか、うん、そうだね、うん、でもドラフトでも抜けてんのにまた古賀も出てきたりね、はい、こう昼間もいい感じだし、そうなんですよね、うん、これはもうね完全に、西武はですね、はい、ドラフト A です。はい、これはこの去年のね、うん、去年の1年見てのドラフト、うんうん、これはまたね A から B に下がっていくね、うん、可能性も、はい、ありますけど、やっぱり昼間ね青山児玉っていうところがね、うん、まあ、1軍でしっかり頑張ってるっていうところも大きいしね、はい、結果も残してて、でまあ高卒のね、3人はまあここからだからね、はい、大卒で社会人から取った選手たちは、うん、まあ、そこそこ1軍で頑張ってるっていうところを考えたらね、はい、いきなりね代表クラスとかは無理あるけども、うん、ここまで1年間通してしっかり頑張れてるっていうのはね、健太の穴も埋めれたし、ね、はい、結構良かったんじゃないのかなっていう個人的には思いますし、はい、西武全体のドラフト A です。いやもう S じゃないですか。S だね、 S だ、はい、もう神だね、神です、神ドラフトばっかりですよね、はい、西武のドラフトはもう毎年褒めてても外れないね、うん、外れた年もほぼなかったですもんね。これえげつないな。だって1位もよ、蛭間、隅田、渡辺、宮川、松本、斎藤、今井、田和田、高橋、森、増田、戸亀、大石、菊池だから2009年1位がほぼ外れないですよね。ほぼもう8割方、うん、もう確になる、はい、チームの、うん、まだ今年も ね、 西武がどんなドラフトをするか、ね、はい、楽しみだし、まあ、それはねどういうところを補うかはね、うん、また次回お伝えしていきましょう、はい。